こんにちは、ギャラリーシークの阿部です。最近では新型コロナウイルスの感染が収束することを祈願して、ネット上に次々にアマビエのイラストが投稿されています。そこで、ギャラリーシークでも9名の作家にアマビエを描いていただき、自体の人生観に一役買うことを願う緊急企画を開催いたします。アマビエとは、江戸時代後期、肥後の国で出没した妖怪のことです。私は海中に住むアマビエと申す者なり、と姿を現し、当年より6年の間は諸国で豊作が続くが、疫病も流行する。私の姿を描き写した絵を人々に早々に見せよ、と予言を告げ、海の中へと帰っていったそうです。アマビエは、くちばしのような口に、鱗に覆われた体、足は3本という特徴があり、豊作や疫病などを予言するという、半人半魚の妖怪として知られています。山田さやかさんの収束です。暗い海の中、瞳の中にウイルスを移し、閉じ込めていく様子を描いています。新型コロナウイルスが少しでも早く収束するよう祈りを込めて、タイトルもシンプルに収束としたそうです。阿部千鶴さんのアマビエです。穏やかな表情で平穏な日々を願うアマビエが描かれています。山崎由美さんのアマビエ様キャンドルです。アマビエは光り輝く姿で現れたと聞き、キャンドルの優しい光のイメージにぴったりだったので作品にしたそうです。昼間の光でも夜の闇でもアマビエ様が見守ってくれたら嬉しいと願い、女神として描いたそうです。友田恵里子さんのプレイフォーザワールド2020です。アマビエから着想を得て、人や世の平和のために祈るという側面を強く想像して描いていただきました。世界をつなげている海に祈りを捧げた様子が描かれています。友田さんのアマビエです。象徴性を持たせるため、色数を絞りシンメトリックに描いていただきました。大衆的なキャラクター性もある妖怪を描くのは新しい試みだったそうです。三浦麻里乃さんのアマビエ、夜明けを告げる光の涙です。本作品はウミガメ風の顔をしたアマビエです。ウミガメは産卵するときに涙を流します。体内の余分な塩分などを涙で排出しているそうです。本作品では、疫病により広まる人々の悲しみ、怒り、不安を涙で流し光で照らす。荒れる海を穏やかにする。人々の心を和らげ、疫病を鎮静化し、夜明けを告げる光景を表現したそうです。平子麻里さんのアマビエ金運です。アマビエが日本列島上空を駆け巡りますようにという祈りが込められています。コロナ VS アマビエ展は6月1日から6月3日まで開催いたします。作品の一部はアートコレクターズに掲載されています。アートコレクターズ掲載作品につきましては、市場販売からお求めください。その他の作品につきましては、ギャラリーシークでお買い求めいただけます。